今日うちの夫が作るのは滑らかな食感のかぼちゃプリン。お店のような味のプリンで食べる手が止まらない一品。おやつラボ初の著書、おやつラボお菓子の基本が発売されました。全国の書店、Amazon、楽天ブックスでご購入いただけます。こちらもぜひよろしくお願いします。それではおやつラボのおうちカフェオープンです。Thank you.
ただきます。うん、チャイ風、うん、チャイ風、これ食べたい、これ食べたい、うん、どうぞどうぞ。超美味しい、うん、お店のって感じ、滑らかね、えすごいこれ、うん、プルプルで口どけも滑らか、すごい、うん、カラメルトーンね、うんうん、ペロッといっちゃう、早くない、うん、美味しかった、うん、今日はですね、うんうん、なんとですね、あるものが届いたんです。じゃーん、なんか書いてある、 YouTube、ピロッ、おお見てよ、じゃじゃじゃん、これは銀の盾じゃないですか。そう、10万人です。ありがとうございます。見て、見て、ぶつかった箱に、じゃ大事にしてもらってもいい、箱箱箱、ああ重い、うん、これまでで一番思い出深い動画はモンブランアマファソンですよすごかったね、あれ、うん、家で作るもんじゃないよね、あれは、うん、まあ、作った人いないだろうね、あれ。え、じゃあ一番好きな動画は、好きな動画レシピ、まあ、ショートケーキかな、うん、去年のクリスマスぐらいに作ったやつ、うん、あ、確かにあれめちゃくちゃ美味しかったな。単純計算で2年で10万人とか、うん、100万になるのは20年後かな。20年後に金の盾持ってるかもってこと20年後考えられないね。20年後空を車飛んでるかな。それはないでしょ。なんで飛んでた、事故っちゃう。じゃあタイムマシンできてるかな。いやー、ないんじゃないの。あったら誰か会ってるでしょ。あ、うん、確かに、あって会ってる、絶対。確かに、うん、お菓子とかどうなってんのかな。20年前ってティラミスとかようやく流行り始めたぐらいじゃない。ショートケーキとか変わってないからね。うん、なんか新しいものは出てるんじゃない、マリトッツォ的な。まあ20年後か、20年頑張ろう、編集頑張って作ってくださいね。皆さんありがとうございます。終わりみたいだな。皆さんありがとうございますからもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ごちそうさまでした。結局ビニールから出してないんだけど。やっぱり出した方がいいかな。こんな人いないよ、絶対。